飯島直子さんは明石家さんまさんにプロポーズをされたことがある。飯島直子さんの中学高校時代は聖子ちゃんカットでちょっとやんちゃな雰囲気、富士スピードウェイでレースクイーンをやってた時と今も全然変わらないとファ大絶賛が、飯島を落としたいと思った男性が毎日玄関に花束を置いていったら、事故現場じゃねえつーのと一言。インスタ解説したらあっという間にフォロワーが33万人、コメントの返しとかで更新に4時間かけている。好きな食べ物は明太子になっと、嫌いな食べ物はおかゆ、障子の海苔みたいだから。